何をしている？はい。あ、先輩。あの、先生のところにこの苗を持っていくことになりまして、それでその、まだ残っているのか？え？大丈夫です。これで最後ですから。そうか。あ、いいところで大器発見。ほら、これ見てよ。ことだよね、これ。ああ。じゃあ、私が次に何を言いたいか、もう分かってるよね。松沢、それ持ってやろう。え？仕方するな。さやかも行きたいよね。私も。本当は興味あるんでしょ？私は何でも知ってるんだからね。別に私は。無理しちゃって。ということで、レッツラゴーだね。その中に俺も含んでいないだろうな。入ってるに決まってんじゃん。ちょっと待った。生徒が一緒になってどこか行こうとしてるのに、引率者がいないっていうのは感心しないわね。というわけで、私も行くから。私、ちーちゃんの生徒じゃないんだけど。俺は卒業しているから。シャーロップ！さやさやがいるでしょ？だから行くの。私ですか？でも私は。先輩は、その、行かれるんですか？俺は。カオリの
から応援してるなら当然行くでしょ。ああ。それなら私が行くのも決定ね。いいわよね。私は見に行けるんならなんだってオッケーだよ。ちょっと降り出しそうで怖いけど大丈夫よね。予報では降らないそうですけど、最近ずっとこの天気ですから。ユン、どうした？チョッチね。もしかして迷いました？聞く。ちょっと迷っただけだから。本当に大丈夫ですか？誰かに聞いてきた方が良さそうだな。いいわ、私が行ってくるから。ちょっと待っててね。すまない姉さん。私としたことが場所がわからないポカしちゃうなんて。ああ、かっこ悪いったらありゃしないわ。まったくだ。なんじゃと。落ち着いてください。
そこなんだって。どうやら近くまで来てたみたいね。え、じゃあ私何も間違ってなかったんだみたいね。惜しいところまで来てたみたい。どうよ大輝、今の私ってば最高にかっこいいでしょ。何か聞こえるな。あら、本当。歌が聞こえてきますね。それじゃあカオリンが近いってこと？みたいですね。こうしちゃいられないわ。みんなダッシュで行って、香織ちゃん、じゃなくて木の葉ちゃんを応援しに行くわよ。ああ、やれやれ。私たちも行きませんか？そうだな。はい。Thank you.
き。カオリンかっこいいね。ああ。ちょっと、ここはテンション上げていくところでしょ。ほら、もちっとファンらしく声出していくべし。ほらほら、声出していこう。別にファンじゃないんだがな。あー、なんだって。カオじゃなくてコードハこのはちゃんでした。今日は本当にありがとう。でも残念だけど、そろそろ時間なんですね。そうなんですか。ごめんね。今日はどうだった？感想なんか聞かせてくれる？とっても楽しかったです。そうですか。それじゃまた来てくれるかな。いいとじゃなくって、はい、ぜひまたよろしくお願いします。お疲れ様。皆さん拍手で送っちゃってください。ありがとう。それじゃあ今度 CD でも貸してあげようか。あ、いえ、いいです。ねえねえ、歌ってる時のカオリンってさ、いつもとは違う感じだったよね。あれってわざとだよね。なんでだろう。その方がカオリちゃんの魅力を 120% 引き出すからじゃない？そういうものなの？私は普段のかおりちゃんの方がいいと思うけどね。きっと芸能界っていうのもいろいろ大変なのよ。ふーん。うわ、そうだ。
行こうよ。いや、それは。どうして？別に知らない仲ってわけでもないんだから、会って挨拶するくらい大丈夫よ。しかし。もうじれたいわね。学院長が挨拶に来ましたとか適当に言えばスタッフも通してくれるって。そんじゃ一丁行きますか。レッツゴー。ああ、あの、先輩。俺たちも行くしかないだろう。はい。ご苦労様。すまない。カオリン、どうかした？帰って。え？帰ってって言ってるのよ。どういうことよ。私たちカオリンにご苦労様って言いに来ただけだよ。ほっといて。なんで？どういうこと？
私、カオリに何か悪いこと言ったかな。それでカオリ、怒っちゃったのかな。実は、カオリからイベントには来てほしくないと言われていた。なんで?俺も最初は分からなかったが、だが、あのステージを見たときに気づいた。その理由をな。どういうこと?かおりちゃん、私たちには知られたくなかったのね。自分の仕事が胸を張って言えるほどのものじゃないってこと。ああ。先に帰っていてくれ。この場合はしょうがないわね。大輝、あとはお願いね。ああ。あの歌は、そんなに悪くなかったと思います。だから、そう言っておいてください。ああ。確か、ここに。カオリ、どうして来たの？バカにしに来たの？私が来て欲しくないの知ってて、みんな引き連れてやってきて、そんなに私を笑い者にしたかったわけ？あんなステージにしか立てない売れないアイドルだってみんなに言いふらしたかったわけ？大輝のバカ最低。すまない。別に香りを笑うつもりで来たわけじゃない。それだけは信じてほしい。
らないでよ。私も嘘ついてたんだから。私は本当のことが言えなかった弱虫で、ずっと大輝を騙してきたずるい女なのよ。別に気にすることじゃない。違う、そんな優しい言葉かけてくれなくていい。私は大輝に本当のことを知られたくなかったから言わなくちゃと思ったのに。私だから大輝は何も悪くない。だって私他にもいっぱい嘘ついてたから。いつも仕事で忙しいっていうの、あれだって嘘なの。あれはただの自主練習で、大きなイベントの仕事なんてしばらく来てないから。仕事が来たと思ったら、あんな小さなイベント、しかもお客は集まらなかったし、昔はいたはずの追っかけも来やしない。今の私にはこんな仕事も務まらない。香織、それは違う。ファンどころか事務所にだって捨てられるかもしれない。マネージャーだって仕事見に来ないんだから。それは。でもしょうがないの。私にはどうにもできないんだもん。大輝に嘘ついて、それで大輝が私を見捨てないでくれるなら、嘘をつき続けたかったけど、
それももうダメだよ。香織大丈夫だ。他の客のことはわからないが、その中の4人は確実に香織の歌を聴いてすごいと思っていた。どうすればいいかわからないが、そこで諦めていてはダメだ。そうなのかな。ああ。でも結局みんなに喜んでもらえないタレントなんて。そう思ってばかりだと、みんなどころか身の回りの奴らにさえ愛想を尽かされるぞ。え？香織にはそれだけの力がある。だから自信を持ってこれからも歌っていけばいい。今日は悪かった。大輝。